な、いくで。うん、ちょっと今回俺から言っていい、うん、あのタイトルコール。ああ、いいよ、やってみていい。お、いきます。はい。まるまるもりもりのマリモッコリー、マリメッコを着たマリリン・モンローと一緒にマリーナサンライズでマリオカート。いつきのホトトギス。いつきです。はい、リークンゾルディックです。はい、よろしくお願いいたします。はい、まあ、コロナ禍で、はい、お一番、うん、まあ、危機なのは、はい、ホテル業界でも、はい、飲食業界でもございません。お、何でしょう。一国堂。ああ、マスクしてるから。そう、まあ、トリッキーな、商売上がったりちゃうかな。トリッキーなあれやな。どうでしょうか、本日は。でもあれでやったらいいんじゃないの、あのツバガードみたいなのあるやん、あの口に入れるやつ。フェイスが、なんていうの、フェイスガードっていうの、あれツバガードでやればいい、あれでやればいいんじゃない、解決や。そんな飲食店もそうか、ホテル業界もそうか。いやそんなんをミュージシャンかって。それで、それで一国堂やで。一国堂は別に、そのあなたが言ってたマスクしてるから、そうそうってことでしょ。だからそれは解決やんか。そうな、フェイスガードで透明のマスクしたらいいってこと。まあまあそうだということになるかな。おう、何やろこれ。ほんで最近どうですか。最近どうですか。どうですか、5個ぐらい上げてみて、はいはい、本当にその五木さんの本当の、うん、なんていうんですか、周り肉声の反響みたいなのありますか。あ、でもやっぱまあ、なんかその面白いだの面白くないだのは言われるよ。うん、うん、その比率大事なの。でもまあ面白いって言ってもらえる方が多いかな。まあその回によるかな。第2回とかは結構評判良かったけどね。第2回、うん、なるほどね。うちのおかんも喜んでるよ。え、お母さん。おかん聞いてくれて喜んでるよ。ありがたいですね。そうですよ。それこそあの、ゆるラジの江島くんも、うん、第2回はちょっと笑ったっていう風に言ってくれてるから、ね、あの人に認められたくてやってるからね。さっき電話かかってきましたけどね。アホみたいに。どうですか。何がですか。どうですかって何なの。今日そわそわしてるんですよ。わかった、今日ゼロやろ。何が。今日手持ちゼロやろ。ゼロかつ寝起き。いや、さっきまで寝てましたけどね。どうします。自分1時間だけ寝るって言って4時間5時間ぐらい寝てたよな。その夜勤明けで疲れてるのか知らんけど。お前、俺も起こさんかったけどな。そのなんか悪いし。そうやな、うん、まあ、夜勤やってるんですけどね、うん、何時何時な夜勤は。え、それはちょっとあんま言われへんから。なんでな、さすがに。あ、そう、そあんまりブラック企業で働いてると思われたくないから。すごい時間なんや、じゃあ。そう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 。なるほどね。そんなことないけどね。そうですか。全然有料企業で働かせてもらってます。はいはいはい、最近いつ切れました。切れた。どうですか。いける、それ。切れた日。切れてないよ、俺全然。切れたことないですか。あるけど。俺はほんまにないんですよ。ぶち切れたこと。はい、うん、僕はないかな、ぶち切れた日。怒ってることはあるやろ。イラッとしてる。あ、イラッとしてることある、うん、それがそうそうそう、タッチ悪いというか、うん、まあ、全然ほんまにもうえってってなるタイプやろ、うん、俺でもキレてんの見たことあんで。俺知らんうちに。誰に。え、嘘や。俺キレてんの見たことあるで。ないって。あるって。は、あるよ。あ、ないよ。俺キレたことないよ。あるある、多分。今ちょっとキレてるやん、ほんで。はとか言ってるやん。違う違う、え、そんなんじゃなくて、ほんまにほんまにある、ほんまにある、ほんまにキレてんの見たことあるで。だからまあその空気悪くせんとこうみたいなんで、うん、あれしてたけど。え、切れてんなっての見たことあんの。俺覚えてない。俺から言わしたやつ覚えて。それ心当たりあるかなと思って。俺はなんか今一個出てきた。うん、おかんに。おかんは。あ、それか。それはガチギレやわ。それはガチギレやわ。おかんに切れてた、もしかして。おかんにってか、まあ俺含めやな。これはそれブチギレやん。なんやったっけ。あれ高校の時ですよ。高校の時に、あの寮の家に、寮でリクの家に泊まりに行って、何人かの友達と。で、俺がさっき帰らなあかんかったの、朝な、うん、用事があって、うん、で、
朝4時からとか帰らなあかんってなってんけど、うん、その俺初めて陸地行ったから、その駅までの行き方、高校の時やからさ、うん、駅までの行き方が分からんわけよ、うん、家から。でその行きはリー君がなんかその送ってくれたよね、駅まで迎えに来てくれたよ、うん、で帰り送ってもらわんことにはさ、俺分からへんわけよ帰り道が、うんうんうん、ほんでお母さん、リー君のお母さんが、うん、起きやーって言って、あんた友達帰る言うてんでって言って、うん、言うて、リー君のお母さん優しくてもなんか朝からいっぱいご飯食べさせてくれて、朝ご飯、うん、ごめんな寝ててとかって言って、うん、でリー君のお母さんも仕事終わるから送ってかれへんと、うん、あんた送りやって言ってて、うん、あーへってもとかって最初もこんな感じだったけど、うん、俺がもういざ出るってなった時に、うん、おかんがもうあんた出る言うてるで大きいって言ったら来てんから帰れるやろなあつって言ってないよ、ぶち切れたで、言ってないよ、ぶち切れたよ、いやパッて振り返って来てんから帰れるやろって俺の方見てなあつってなーっつってたから。じゃあそれでも自分が悪いやん。なんでなんよ。あの時ずっと黙ってたやん。いや、まあ、俺帰られへんからさ。でも帰れるやん。帰れるやろ。帰れるよ、切れてるやん。切れてるやんか。いいんやって。それじゃないの、ほんで。それじゃないな。じゃあ俺がパッと浮かんだのは。恥ずかしい。え、何？覚えてないな。サッカー部のやつよ。サッカー部のやつ。うん。切れてるってか、まあそのそこまで切れてない、怒鳴ってはないけど意味わからんほんまにっつって、あれはあかんやろみたいな、いや意味わからん普通に、いや俺やってたけどなみたいな、覚えてない、 A が金庫かなんかと練習試合かなんかで遠征行っとって、うん、で B だけ残って、うん、B とか C だけ残ってで両とリー君がキャプテン、一応その日だけ一日キャプテンみたいな、リー君が仕切れみたいな、サッカー、まあサッカー部ね、坂部しきれみたいになった時にその、うん、いつも練習終わりでランメニューって言ってちょっと過酷な走るメニューがあるんですよね、サッカー部、うん、ありますね、でその時にこうなんかリレー形式にしようみたいな、リー君はいろいろ考えてリレー形式にしてこう、うん、勝ったやつの順番が抜けていくみたいな、だから遅かったらどん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 走る量が多くなっていくみたいなゲームをしたんよ、うんうんうん、ほんでなんかでもそのうちにその言ったらもう勝った走らんでいいみたいな、ほとんど、うん、って言ってたんけど、1位になったチームが言ったらもうほんまに1周しかしてないみたいな、もう 100m もないぐらい、 50m1 周ぐらいしかしてないから、さすがにこれは走らなさすぎるやろみたいな、うん、なってやっぱちょっとルール変えますみたいな、その終わってから、うん、ほんなら1位のチームの、まあ、俺らの同級生の、うん、まあ、僕のカメラマンとかちょこちょこやってくれてる畑中美咲ってやつが、うん、いやそれはおかしいでみたいなで、まあキャプテン、俺らの同期のキャプテンが、まあ、谷さんって呼ばれてんけど、うん、谷さんだったらこれいやちゃんと言ったことやるでって寮に切れ出してで、なんか谷さんやったらみたいな、それやったら今日は俺がキャプテンやからみたいな寮もいやでもこれ谷さんやったら俺言ったことはちゃんとやるでみたいな、それおかしいって、だって走らんでいいって言ったから俺は1位頑張って目指してやってんのに、それおかしいでみたいな言ったことをちゃんと守ってくれんとそれはみたいな、えでもそれはでもあるやんみたいな、でみんなまあまあまあってなってんのに、まあ別にええでみたいな、走るでってなってんのに、美咲だけずっとおかしいってそれはみたいな、谷さんやったらずっと谷さんやったらって言ってて、亮がじゃあもう谷さんに頼むやつって俺にキャプテンやらすなやとかって言い出して別に美咲も美咲でなんか別に俺ら別に亮選んだわけじゃないからなみたいな言い出してで俺見てたけど亮もちゃんと走ってへんかったけどなみたいな言われててそれは俺が単純に足遅いだけやろうかとかっつって、お前らすいますなっつって、めっちゃ気まずい感じだって。っていうのが俺は思い出してた。ああ、だから、まあまあまあ、まあでも、うちなる炎。うん。うちなる炎やったら、あんま意味わからんっつって、ずっと切れてたけど。じゃあまあ、俺の意図としては、うん、まあその B チームの練習にまあ参加して、うん、その A と同じ練習量じゃあかんなと思って、はいはいはい、その倍走ろうっていう意図で、うんうん、まあ、メニュー組んだんですよ、うん、これで終わったら A の練習量と一緒やから、うん、もう一周行こうって言ったら背の高い畑中文雄が文雄ちゃうねん、小日向と混ざっとんねん、めちゃくちゃ綺麗だして、めちゃくちゃ綺麗だったね、あれ、うん、谷さんやったらちゃんとやるで。あの谷さんやったらほんまにキモかったけどな、普通に手抜いてたって言われたけど俺足遅高校一足遅かったんだ
高校一朝遅い、足遅いだけやろキャプテンしてたんで、あの時のなんかその俺が足遅いだけやろって全然かっこよくない、バリはずいやんそれ、あれはおもろかったな、まあ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 でしょ、まあ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 せいでしょみたいな感じでね、まあまあ切れたに入るんかな、何切れてたよ、あでもそのあれかな、帰れるやろが一番キレてるかな、確かにそれ言われたらなーっつってたからな、あーって思えばやっぱ高校の時俺めっちゃやんちゃってんな、だるださださキレすぎ、えぐ顔映しただっさー、キレまくりの人生、えげつな甲骨を浮かべてるやん表情、だっさちょっと上見てるださー、伊豆木さんはあるんですか、何が切れたこと、いや、まあ、これちょっと許されなかった、さすがに初動で、もう初動で切れたよねっていう、初動で切れた、ね、まあ、確かにそのもう今の切れるって暴力とかじゃなくなってくるじゃないですか、うん、まあまあまあね、まあ、最悪声を荒げたりとかするぐらいだと思うんですけど、うん、まあ、ちっちゃい時ちゃうその初動でブチ切れはもうほんま小学生とかじゃん初動で、あ俺思い出したかもしれない、何何ブチ切れ、うん、え、伊豆木さん最近切れてましたよ、俺ブチ切れてましたよそれはあれやん、福井やろ、福井違います、岡山です、岡山、福井、福井じゃ富山ちゃう、福井か富山かなんか幸せの YouTube 撮った時、幸せの YouTube ヒレカツで、え、だから岡山でしょ、あ、岡山ちゃうって、岡山やってソースカツ丼でしょ、ソースカツ何それ、ちょっと話してそれ、何やったかな、岡山の帰り、岡山名物ですよねソースカツ丼って、おうん、あれそれだからあれって、あ岡山の帰りは焼肉行ったのか、焼肉行った行った、あだからヒレカツやって、それあれやろ、あの富山で、福井やろ、富山行ってないの、福井か、福井で幸せの国幸せの県みたいなんで、うん、あの名物ヒレカツのやつやろ、せや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 、福井でも俺声荒げてないもん、声荒げてないけど、うん、あれもうほんまに切れてたやん、いや俺我慢したやんあれ、いやもうもう切れてたで、いや正直えらいやん俺、でもこんなんやったらチャブ台、チャブ台あるって聞いてたやん、じゃあ俺はちゃんと我慢した、すいませんチャブ台ありますって聞いて、俺あれ切れてた、暴れてんで俺もう申し訳ない、でもでもまあないしだからうちなる炎やろ、うちなる炎は、いやうちなる炎は出てるからうちなる炎なーっつってるからなーっつってるし、足遅いだけやろーっつってるから福井事件、ソースカツ丼事件、あれはちょっと、まあ、割とちょっと有名なねチェーン店かなんかなんですよね、うんうん、あれちょっとだから YouTube 撮影放送してほしいわ、あれ編集してよ、じゃあ分かった、じゃあすぐもう近々ね、うん、流すと思うんですけど、うん、ね、ちょっと話してくださいよ、まあその、うん、半年前ぐらいかな、半年以上前やな、うん、コロナがまだちょっと落ち着いたぐらいに、うん、まあ47都道府県ね、うん、なんか YouTube 撮ろうみたいな企画で福井に行っとって、はい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 、まあそこでね動画を撮って、なんか美味しいもんとか、はいはい、まあ、福井ってなんか幸せの県って言われてるから、そうそう、その幸せを探しに行こうって言って、うん、その名物のソースカツ丼を食べに行ったんですけど、うん、まあ別にその高級なソースカツ丼屋行ったわけじゃなくて、うん、なんかどこにでもあるソースカツ丼屋を食べてたんですけど、うん、結構ギリギリやってんな、その閉店時間が、うん、まあ、コロナのあれもあってちょっと短縮みたいなんで、そうそう、うん、でもまあまあ全然その、まあ、ラストオーダーまでには行けとって、うんうん、まあ、ちょっとめんどくさいやろうと思うけど、別にそんなね、うんうん、腰低くして注文してたわけで、ソースカツの普通に頼んで、うん、まあ、食べてたわけですよ、うん、でもソースカツの喉乾くからやっぱ水とかが必要やねんけど、うん、その水がセルフサービスやって、うん、セルフサービスですって書いてるんやけど、どこを見渡しても水がないと、うん、でまあ樹くんがちょっと水聞きに行ってくるわみたいなんで、うん、こうもうソースカツの来た状態でちょっともう机から離れて、その店員さん、うん、もう店員さんも正直もうその面倒くさそうにしてたんですよ、うん、もう終点、終点じゃ閉店間際で、水ありますかって聞いたら、いやもう水はないです、ラストオーダーが終わったんだよみたいな、もうはって正直なるじゃないですか、まあ、はって正直なるんですけど、そのえ水も出せへんのぐらいは言っとったで、正直じゃあ俺水も出せへんのぐらいは言っとった、最後で聞くわ、ちょっとねこれあの弁明はしてね、僕も最後なんで一旦話してくる、じゃあそうでなんかいやないんだよみたいな、うん、水くれへん、まあ、もうありえないというか飲食店だよね、うん、
ソースカツ丼水なしで食うんかみたいな、うん、で戻ってきてもう、ま、なんか顔面めっちゃ切れてるなと思って、でももうちょっと先行くわっつって、ほんま一口食ったぐらいでバーン出て行って、お金バーン置いて車の中入ってって、あれは切れてたやろ、あれは切れたけど、ちょっと弁明させてほしいのが、うん、あのまあ、俺ラストオーダー30分前ぐらいに着いて、うんうん、まだなんかテイクアウトのそのなんか用のテイクアウト用の器での提供でいいですかみたいに言われたよね俺ら確か。ああそうやったっけ。で洗い物したくないんやろうなと思ったから、うん、ああ全然大丈夫ですよみたいな、まあ、それもおかしな話やけどね。そうそう、うん、でまあ結局来たのが普通に洗う用の器、もうテイクアウト用の器じゃなくて普通の器で来たんよ、うん、結局な、うん、だから何やろうと思ったら、まあ、他のお客さんがパッと入ってきてたんよ、うん、なんで、まあ、結局そのもうラストオーダーもあれやしってことで、多分他のお客さんも店内で食べてたから、うん、だからまあまあそういうなんていうもう諦めたんやったというか、そのもう早く閉めんの、うん、で、まあ、食べてたんよ。水をその言った通り水がセルフやったから欲しいなと思って、なんかそういうこう押したら出てくるドリンクバーみたいなやつあるやん、うん、あれの水があったから、うん、コップをそこに置いてたからコップを取って取りに行こうとしたら、あすいません閉めちゃったんでって言われて、うん、あ機械閉めちゃったんやと思った、あそうなんですねって言ったら、その返却口みたいな、そのセルフで返すやつの返却口みたいなところに、うん、あの水のそのピッチャーが置いてたよね、うん、置いてたから、あこれで入れたらいいんやと思って、うん、パーッとそっち行ってパーッと言って、あいやあの閉めちゃったんで水って言われて、ええってなって、俺え、これはみたいな、いやあのもう閉めちゃってるんでつって、じゃあ水もらっていいですかって言ったら、うん、いやあの閉めてるんでもうつって言ってる、俺がこうやってる横で他の客に水出してんねん普通に、え、そうなん、出してん普通に、で、え、あれはみたいな、いやでもあのもう閉めちゃってるんで水って言われて、えってなって、俺その時、いやあの これを入れさせてくださいって、このピッチャーのって言って指さして、うん、このピッチャーの水いただけないですかって言ったら、うん、いやあのもう閉めてるんでって言われて、もう俺プッチン来て来てプッチン来てんけど、来て、来ましたよ、来てんけど、来てたね、あっと思って俺、うん、あーってなったよ、あーってなって、その時ちょっと一言だけ、おこの店水も出されへんのんけって言った、言ったよな、それは言った、もうクソ聞こえた切れたっておい張り詰めたよな、そう、おいおいこの店水も出されへんのんけって言ったら、うん、閉めちゃってるんでってもう一回言われてで、分かったっつって、そこの返却口にバーンってコップ置いて、うん、で、俺もほんま暴れたのかなと思ったけど、もう量もおるし気分も悪くなるから、うん、せっかくまあな、うん、撮影もしてるしってことで、ごめんと、うん、俺もちょっとおられるから外で待ってるわ、ほんまごめんって言って、量が、うん、え言ってて、で俺もう先出たんよで、寮気分悪くしたから、俺寮の分も払ってお金、うんうん、ほんで外出たよね、俺車で回ってたんよ、で店内がガラス張りやったんやけど、うん、俺そこから寮早く食えへんかなと思って見てたら、お前俺のヒレカツ食うてたやろなちょっとキョロ、ちょっとキョロキョロってして俺のヒレカツ食うてたやろ、じゃそれ言うなよそれ、めっちゃ急いで売れるやんけ、めっちゃ急いで食うてたやろあれ俺出ていったなと思ってでも俺まあ自分の分も一口二口食ってない、まあ、俺そのね食べたいなが買っちゃった食べたいな、俺あれはちょっと笑ったわめちゃめちゃ食うたよ食うてるやろ思ってごちそうさまですって言って上だけ食うてたやろいやそんなこともあったね、ありましたね、いやそれでもブチギレじゃないから、頭では怒ってるけど我慢したから俺ちゃんと、うん、うん、なあそれそうなんやでもてかさ、うん、普通にさ、うん、思っててんけどさ、何あの福井じゃなくてさ、福井県あれ何あの今日挨拶最初の挨拶言わしてってあの月のお届けするのやつを俺言わしてくれって言ったけど、あ、なに丸もりもりみたいなやついや、笑いとかじゃなくて普通に何あれ、いやもう触れられてないからおかしい、カットしてると思ってた、いやカットせえへん、全部流すでおかしい、頭いってるからあれ、何どういうこと、意味が分からへん、あの丸丸もりもりみたいな、なんなんあれ、うん、面白くもないやつもう流すよ、俺このままなあってなあってめっちゃ切れてる、おいって引いてんのけって、おい笑ってんちゃうぞって、おいなーてなー